はい。ゲームコレクターの酒勘です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もね、ファミドッ .com さんの方でゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、えー、いろいろグラフをね、見ていこうかと思います、えー。今回はね、2024年4月15日から4月21日の分が集計、新規に集計されています。ということですが、まあ、いきなりね、こう、先週のトップだったね、あの、乙女芸が、 2週目にして、ソーンとこう30位よりも落ちてるという衝撃というか、まあまあよくある話なんですけど、まあ、それだけね、先週がこう、定番ぞろ揃いで、勢いのあんまりのないし、あんまりない週だったことがわかるんですけども、<laughs> 今週はね、それ以上に勢いがなくて、あの、 新作がだいぶ下の方になるっていうね、ところが、まあ、ポイントかと思います。ということで、えー、3位までね、数字を見ていこうかと思います。えー、1位がマリオカート8デラックスで1万1585本、累計580万4495本、2位がプリンセスピーチショータイムで8012本、累計14万3180円、80本、<laughs> 3位がスーパーマリオブラザーズワンダーで7470本で、累計 えー、万本といいう風になっています、まああの任天堂のね定番タイトルが戻ってきたというかまあ比較的新しいねマリオブラザーズ・ワンダーにピーチ、えー、プリンセス・ピーチということでまあこの辺は弱いんですよねもう1万もいってないしね でマリオカート8がね、1万いくと、こう、トップっていうところは、<laughs> まあ、いつも言ってんだけど、マリオカート8超えをしないね、新作っていうのはすごい弱いんだけど、先週はね、そのマリオカート8デラックスを超えたけども、2週目で、こう、ドーンとこう、<laughs> ランクが落ちたということで、まあ、いろいろ難しい時代になりましたね、というところです。はい。ということで、今週もね、えっとか、先週か、先週まあ、こういう、 あ今週開発ソフトがね新規に集計されてるんでっていうか僕はこのね辺りが入ってくるかなと思ったんですけど実際のところはあの同級生リメイク CS バージョンのね PS4 版はランクに入ってこなかったということでやっぱここら辺も弱いねだから同級生っていうのが、まあ、ちょっと僕の中ではちょっと課題評価があって。 かなというふうなな感じになっていますはい、ということで、えー、まあアークはね、これも PS4、スイッチで発売されてるタイトルの PS5 なんで、まあ数はそんなないだろうと思ったけど、まあまあまあそう、順位はね、あってから見ていこうかと思います。ということで、1位から順番に見ていくと、1位がマリオカートイトでデラックスなんで、まあ毎週こうつけてるグラフですが、多分、来週あたりからね、こう、ゴールデンウィーク、来週、再来週あたりの、ね、ゴールデンウィークあたりでまたこう、ちょっと伸びると思う。まあ今は徐々に伸びてますよね。 クリスマスからのこう伸びてきてまたこうなってまあまあそんな感じですはいで2位がプリンセスピーチなんですがまあこれもねまだニンテンドー DS の販売あえっ、ー、とランキングに入ってた期間っていうのところからするとちょっとねあの負けてはいるんですけども負けてるっていうかまだ追いついてはいないんですけどとりあえずまだ、えー、ランクに入ってるというところにあります で3位が、えー、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーなんですが、オデッセイもね、下の方にランキング入ってるんで、それも含めて、こうランク、またグラフが、グラフのね、端までの、こう、なんだ、週が増えたせいで、キュッとなってるんですけども、まあ、まだまだワンダーは調子がいいというところかと思います。で4位が、集まれ動物の森。えーでえー、5位が、ニンテンドースイッチスポーツ。6位が、ライズ・オブ・ザ・ローニーなんですが、 まあ、相変わらずね、SC、これもう見る必要ないのかな。はい。まあ、普通にね、普通に、うん、なんか何の比較もできないグラフになってます。で、7位が、えー、マインクラフト。8位ス、えー、スプラトゥーン3。まあ、この辺はね、定番がまた並んでると。で、えっ、ー、と、9位がアークス、サバイバルアセンデテッドが入ってるんですが、まあ、かといってこれちょっと比較も何もしようがないのと、あと、 ファミ通さんのねやつを見てると消化率あんま良くないんですがもしかしたらスイッチがね結構こうじわ売れであのちょくちょくランク入ってたところを考えるとこう ちょっと在庫持っとこうかなーってところが多いのかなという印象があります。で、10位、大乱とスマッシュブラザーズスペシャル。11位が、モ太タロ電鉄ワールド、えー、地球は希望で回ってるなんですが、モー鉄もね、あの、また定番の方が、あ昭和、平成、レイヤーも定番の方がランクに入ってきてないので、まあ、 単純にワールドがちょこっと伸びてるよってだけのグラフです。はい。で、12位がファイナルファンタジー7リバースなんですが、これもね、FF の比較あんまか、もうどう,もうこれも見る必要ないのかな。はい。で、13位が It Takes これ順調にこうランクに入り続けてるんですが特に何も言うことはなし、まあ、ただね何だろう一時期のあのヒューマンフォールフラットみたいなね立ち位置になっててちょっとこうネット上とかでじわじわやプレイされてる人がこうなんかこういて。 じわじわ売れてんのかなという印象があります。えっ、ー、と、14位がマリオパーティー・スーパースターズ、15位がスーパーマリオパーティーということで、ちょっとここ並んでるんで、ちょっと比較をしてみようかと思って、こんなグラフ作ってみました。これは単純に、えっ、ー、と、両方のタイトルの初週からの、あの、 こう、販売、累積販売本数の、あの、比較グラフなんですけども、まあ、こうやって見るとね、やっぱりス、マリオパーティースーパースターズっていうのは後発だし、スイッチ本体が普及してるから、初期の勢いは良かったんだけども、でも、スーパーマリオパーティーも売れてる関係もあって、こう、なかなかね、あの、途中からは、 うん、なんか、そんなにこう、勢いが出ないっていうか、まあ、多分、スーパーマリオパーティーがなければ、みんなマリオパーティースーパースターズ買ってるかもしれないんですよ。まあ、こういうところを見てると、任天堂がこう、1ハードで、同じゲームの続編あんま出さないっていうね、アクション軽減ね、出さないっていうのは、理由がね、なんとなくこう、なんか見て取れるという感じです。まあ、ぶつかり合うんですよね。<laughs> はい。なんかそういうのがね、すごいわかるところです。はい。 で、えー、っと、16位がポケットモンスタースカーレット・バイオレット。えー、17位がリングフィット・アドベンチャー。また、こう定番でね、えー、一時期ランク外になってたけど、また戻ってきて、ずっと定着してますね。で、18位が、えー、マリオ VS ドンキーコングですが、これもね、もうさすがにもうこれ以上グラフあんまり引っ張ってもしょうがないんだけど、とりあえず、あのじわじわとまだまだあの入っています。で、19位がピクミン4で、えー、20位が同級生リメイク CS バージョン。 えー、21位世界の遊び大全51。 22位、ぷよぷよテトリススペシャルプライス。定番続きなんですが、ここからがまたすごいんだよ。23位、スーパーマリオオデッセイ。24位、ゼルダの伝説、ブレスオブザワイルド。この、この辺も2017年タイトルだからね。<laughs> あの、どんだけって感じなんだけどで、えっ、ー、と、ゼルダ一応見とくか。はい。えっ、ー、と、まあいつもだとね、ブレスオブザワイルドにカッコつけてコレオングラフ出してんだけど、とりあえず、えっ、ー、と、なぜかね、あいつや、ティアーズオブザキングラムのね、カッコつけてやってるんだけども、今週 ブブレスオブザワイルドの方が上回ってるんでねまあでも一応ティアーズ・オブ・ザ・キングダムがまだ調子がいいことは分かるかと思います。一応26位です。で25位がユ,ユニコーン・オーバーロード26位ゼルダン伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。はい。で27位星のカービィ・ディスカバリーこれも久しぶりですよねランクに入るのは。で28位ポケットモンスタースカーレット・バイオルトプラスゼロの秘宝これも多分ね 新作がなくて、こう、多分30位よりも下でこう、くすぶってたやつがこう、全体的にこう、カービィも含めて入ってきたから、こうね、久しぶりにまた見てしまいましたという感じです。で、29位が人生ゲーム法任天堂スイッチ、30位タイコン達人どんなフルフェスティバル。まあこんな感じのね、あの、ランキングになっているのですが、な,なのでね、もうほとんどこう、スイッチ スイッチ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 ,スイッチって感じなんだけど一応 FF と Rise of the l o n n だけ PS5 というところなので、まあ、PS5 のね主な、えー、タイトルのこのグラフを見ると一応先週まで入ってたドラゴンズドグマが2がなくなって、まあ、ランク外になってるんですけども一応えー、っと、えー、なんだ ライズ・オブ・ザ・ローニンとファイナル・ファンタジー・セブン・リバースは順調に伸びてる。でちなみにファイナル・ファンタジー・セブン・リバースが今これ累計で、えー、っと、 32万972本なんですが、実はね、あの、グランツーリスモ7が32万9261本なので、割とあと3週ぐらいこのランクインしてると抜くのかなと思うんだけど、まあそもそも以前から話してる通り、多分 FF よりもグランツーリスモの方が、あの、本体インストールで売られてる可能性が高いので、もう多分とっくに、あの、市場にあるパッケージゲームというニュアンスでは、あの、もう、 抜いてんでえー、っと次 NintendoSwitch の150万超えなんですけどもまあこれもねえー、っと実は、えー、すごい地味なところでいくと「スーパーマリオオデッセイ」とかあ違うなあれはまぁいスーパーマリオオデッセイ」「ゼルダの伝説」「プレスオブザワイルド」「スーパーマリオパーティー」この辺がね結構地味な 競り合い、あでもあ、オデッセイはもうだいぶ前に離れてるかまあ、とにかくねスーパーゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドとねスーパーマリオ・パーティーがこうマリオ・パーティーは多分2018年タイトルなんですけどこの2つが割とこうじわじわとね競り合っててその下のなかなかねスーパーマリオ・ブラザーズ・ワンダーとゼルダの伝説ティアス・オブ・ザ・キングダムがこうなかなか追いつけないというそういう状況だったりしますはい。 で、えっ、ー、と、週別販売本数なんですけども、まあ、これね、いつもね、一応こう、1月のね、まあ、になってからの、こう、週をね、この切り方が毎週違うんで、多少1週間ずれはあるかもしれないんですけど、それを見たとしても、今週は、えっ、ー、と、各、毎年のね、集計から比べるとだいぶ低いかな。まあ、去年もね、この、同じ週は低いんだけども、まあ、 前後を見るとね、前後で見ても、やっぱり今年は低いんだよね。だからちょっと、来週頑張ってほしいなと思うんですが、まあ来週入ってくる、あの、ていうか、新作はこの辺なんですが、まあ僕のね、予想でいくと、なんとなくこう、発売前からちょっとツイッターあ、旧ツイッターね、X 上で、あの、結構こう、100英雄伝語られてたんで、あの、 よしあしにつけね、あの話題にはなってんのかなっていうところと、あと、鬼滅の刃ね、ボードゲームだからちょっと以前の作品と比べると地味なんだけど、まあこの辺と、あとサガーエレメント、エメラルドブラブビヨンドと、えー、サンドランド、この辺、ちょっとね、百英雄伝サガーエ,レエメラルドビヨンド、サンドランド、この辺は全ハードがランクに入ってくるかちょっと微妙なんだけど、とりあえずちょっと、 今のね、定番以外が低迷してる今の時期だけにね、ちょっと起爆剤として、こう上の方まで行かなくても下でもね、とにかくランクインしてほしいなぁと思うに至ったわけです。はい。ということなので、まあ、地味なんですよ、今週のランキングは。まあ、定番、定番、定番っていう感じで <laughs>。ね。なので、ちょっと、 うーん新作のね、勢いっていうか、ちょっと任天堂 t e n d Switch の地場売れタイトルだけのランキングっていうのはちょっとね、まあ、ある意味、あの、コンビニとかにかかってるあの、ダウンロードのね、あれが地話売れしてんのかなっていう感じもするんで、あんまり僕の中では今のランキングってパッケージゲームの市場、 にどれだけ増えてるかというね、ところを知りたいという意味では、あんまり参考にならないのかなっていう思いつつあるんですけど、まあ、しばらくね、続けていこうかと思います。はい。ということで、えー、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画やった方がいいよとアイデアのある方は、ぜひコメントください。あと、えー、動画の拡散、SNS の動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒館でした。